こんにちは、ナミテンです。今回は、緑谷出久の SS すごいなんか特殊らしいんですよ。知ってる人も多いかもしれないですけど、 SS 使った時に弱点じゃない本体のところを殴っても弱点が当たった威力になるって言えばいいんですかね。どこを殴っても弱点殴った扱い、もちろん弱点のない敵は意味ないんですけど、なんかそんな特殊仕様らしいんですよ。でツイッターで見た、でへーって思ってツイッターで見た時で、アルカディアで接待しようと思ってで来てます。でね、今ワクワクの実、これ全然厳選されてないじゃないですか。新しい仕様になってやってて思ったのが、その中途半端な状態で妥協できない、例えば軽く使うだけなら同族過激の特急と、まあ、線形過激の特急つければいいと思うんですけど、今のこのリセット方式だと妥協してつけるみたいなのはできないから、その最高の実か全くつけないかみたいな、なんかそんな状態になるで SS します。これ多分防御ダウンブラスト当たらないで、ガブリエルは攻撃アップ用になんとなく連れてきた。いくかな、とりあえずこれ一発初めて打ち、1億4600いかないかな。ゲームで俺に勝てるつもりか。ああダメだね。どれくらい削られてるんだろう、それによってもしかしたらガブリエルの枠変えなきゃいけないかもしれない。これならワクワクも見つけたらいけるかな。よし、オッケー。ただ魅力の防御ダウンは当たらないからちょっと残念。これでいけるかな。はい、大丈夫だよ、必ず助ける。いったかな。ゲームで俺に勝てるつもりか。嘘。大丈夫だよ、必ず助ける。よし、これなら多分いったんじゃないのかな。多分いけそう。さすがにこれでミリ残ししたくないな。一応友情でちょっと削りながらかな。いったでしょこれ。はあ、おお、びっくりした。